第41戦闘攻撃飛行隊はアメリカ海軍太平洋艦隊戦闘攻撃航空団霊下の戦闘攻撃部隊。愛称はブラックエーセス。1950年9月1日に第41戦闘飛行隊として新編され、2001年12月1日に第41戦闘攻撃飛行隊へ改編された。1981年のシドラワン事件において、 リビア軍機2機を撃墜したことで有名である。カリフォルニア州リムーア海軍航空基地に所在し、空母ジョンシーステニス関西の第9空母航空団を構成する飛行隊になっている。戦闘攻撃機として FA-18F を運用する。第41戦闘攻撃飛行隊は1950年9月1日に F2H 装備の 第41戦闘飛行隊として、バージニア州オシャナ海軍航空基地発足した。VF-41 の部隊ナンバーを持つ飛行隊としては4番目になるが、前の飛行隊から退し、伝統を受け継がない飛行隊としての新編となった。VF-41 は空母インディペンデンスに搭載され、地中海及び極東に展開した。 1959年には F3H に機種転換し、全天候戦闘能力を獲得した。しかし、1962年2月には F-4B に機種転換したため、F3H を運用したのはわずか3年であった。同年10月に発生したキューバ危機に際しては、キーウェスト海軍航空基地に展開、有事の際には迅速に出撃できる体制をとっていた。 ベトナム戦争時にはインディペンデンスに搭載されて1965年5月からトンキン湾に展開、11月まで爆撃、偵察隊護衛、対空人地制圧などの任務に就いた。この7ヶ月間の活動でインディペンデンスと VF-41 が所属する第7空母航空団は海軍部隊栄誉賞を受賞している。1973年には、 第四次中東戦争後の平和維持軍の一員として中東に展開した。その後、1976年に F-14A に機種転換し、空母2密に展開、VF-84 とコンビを組むこととなった。1979年11月4日に発生したイランアメリカ大使館人質事件に際しては、翌年4月に決行された。 人質救出作戦に使用する航空機の輸送を2密が行ったため VF-41 をはじめとする第8空母航空団は会場で144日間過ごした。これは第2次世界大戦後に部隊が基地へ帰還せずに活動した最長記録である。VF-41 は1981年から 翌年にかけて2、ニミッツに搭載されて、地中海クルーズを行った。この航海の最中の1981年8月19日、VF-41 の2機の F-14 が、シドラ湾上空で、リビア空軍ロス -22 に機と交戦、全機を撃墜した。この戦闘が F-14 の最初の戦闘であり、F-14 による最初の敵機撃墜であった。 また、このクルーズ中に搭載機の EA-6、B プラウラーが飛行甲板上に墜落、炎上する事故が発生した。この事故で VF-41 は3機の F-14、と3人の乗員を失った。ファストイーグル1 0 2にリビア機撃追記念パッチ1982年には、レバノン沖に展開し、国際連合レバノン暫定中流軍の支援を行った。 1985年に発生したトランスワールド航空847便テロ事件の際にはレバノン沖に展開、待機した。1987年10月には防艦を2ミッツからセオドアルーズベルトに変更し、エクササイズチームワーク88に参加、ノルウェー空軍と演習を行った。1991年に発生した湾岸戦争時にはいち早く、 ペルシャ湾に展開、作戦行動を行った。VF-41 は2月28日の停戦までに約1500時間の作戦行動を行い、出撃率100%という驚異的な数字を残している。停戦後も6月26日にオシアナ海軍航空基地に帰還するまで、VF-41 はペルシャ湾と航海に残り、上空から クルド人難民の保護を行った。また、同年後半には11年、計46,500時間の無事故飛行を達成している。1995年に VF-84 が解体されると、トプス任務を引き継いだ。この時、本来ならば、ヒトプス飛行隊である VF-41 が解体されるはずだったが、 当時の大西洋艦隊航空団司令が VF-41 出身であったため、解体を免れた。同年のデリバリットフォース作戦では初めて、レーザー誘導爆弾を投下し、約600時間、530回の作戦行動を行い、無誘導爆弾を含め、約18万キログラムの爆弾を投下した。その後は、アライドフォース作戦、サザン・ウォッチ作戦、 普及の自由作戦に参加し、戦闘を行っている。1999年、VF-41 は、第一、対艦攻撃部門での最優秀飛行隊に贈られる、ラダ,ダム、クラレンスウェード・マクラスキーアワードを受賞した。これは戦闘飛行隊としては、唯一の受賞例である。2001年12月1日に VF-41 は F-14 から、F。 A-18F に機種変更、対面ベ F-41 となった。2002年10月18日には、カリフォルニア沖で2機の FA-18 が空中衝突し、乗員4人が死亡した。イラク戦争時には、イラク軍の航空部隊が、ほぼ活動しなかったため、レーザー誘導爆弾、j r a m エイジム -65 マーベリックを装備して、対地攻撃に従事した。ベフ -41 の F、A-18F。ありがとうございます。